こんばんばはッドファザーあのキーボードの件あのお褒めいただきましてありがとうございます。はい。で、あとですね、えっ、ー、と、モチベーションの件なんですけれども、やはりですね、えー、僕のお話の中だと、まあ、モチベーションが低くても高くても会社には通勤しますっていうね、ちょっとあの軽めなお話になってしまったんですが、やはりですね、えー、先生の話の中ではですね、えー 何が守るべきものかというか、まあ、その重要なものが何なのかっていうことで必、まあ、然的にそれを守るためには、まあ、命を懸けるよねっていうようなお話だったと思います。はい、やっぱりその意識の違いっていうのがですね、えー、かなりこう分かってしまったなというのがあの本当のところであります感想でございます。はいえー、それででですすねね、えー、本,本題というかです、ね えー、ご質問の、えー、自,分でや自分で自分を雇うのであれば、えーまあ、時給はいくらかなと、まあ、時給いくらなんだ君はということなんですが、えー、結論から言うとですね、まあ、僕の場合はまあちょっと,円という,ふうに決めてみました、はいえー、これはですね、えーまあ、今もらってる給料を時間で割ってとかそういうことではなくて、えー、とまあ根拠は。 厳密なな根拠ではないですもう感覚的に5000円僕の1時間は5000円ですというような感じです、はい、ちょっとなんか釈然としませんけれども、えー、ちょっと感覚的に決めてみました、はい、で実感給っていうか時給の考え方としてはですねちょっとこういうふうに考えてみましたえっ、ー、とんまああの1時間500円で仕事を受けるとですね 5,000円になるまでには10時間働かないとまあ当然ならないんですが、まあ、5,000円ですと1時間で5,000円なんで、えー、まあ1時間でいいわけですね、えー、そうするとまあ9時間の差ができるわけなんですけれどもその9時間で、えーまあ、準備をしたりとか学習したりとかあとはまあ他の仕事も受けたりすることができるということで、えー、とその対象の1時間あの仕事をもらう時の1時間ですね これの内容をですね、いかにこう価値を高めるというか、えー、そのお客さんにこうお渡しするものをですねこれを、まあ、いいものにしてお渡しできるということで、まあ、単価っていうのが決まってくるというか単価がだから少し高くないといけないのかなっていうふうに思いました、まあ、高くすることで、えー、お客さんも満足していただけるのかなっていうふうに、まあ、思ったんですけれどもまああの スキルが上がっていくにつれてですねやっぱりその単価っていうのも、えー、上げていく必要があるのかなと思いますですので今今日のこの時点でですねあの僕がまあ5,000円の価値があるかどうかっていうのもあるんですけれども、えーまあ、客観的に見てですね、まあえー、5,000円の価値があるかは分からないんですが、まあ、5,000円というのを決めてですね、えー、見ました。で後々は、えー、単価も、 そのスキルに応じてですね30分で5000円ですとか15分で5000円とかですねそういった形にしていくのがいいのかなっていうふうに考えたのですがいかがでしょうか今回の動画はまあ時給5000円ということで、えー、やってみましたよろしくお願いしますごと和さんおやすみなさい